今回は雑談なんですけど、このホラーバーサクリファイスチャンネルを、まあ、開設したのは、まあ、何回か言ってるんですけど、2014年の8月で、結局、放置状態で、まあ、何もせず放置してただけだったんですけど、まあ、この度、まあ、あるきっかけでホラーバーチャンネル、まあ、いろいろやってみようかなって思って始めたのが、まあ、今年の7月、まあ、1本目の動画、まあ、だからその、ね、ちゃんとやろうと思って始めた1本目の動画が7月の9日で、その7月の9日が1本目として、まあ、手探り状態でのテストみたいな1本目だったんですけど、まあ、それからかれこれ4ヶ月、だからこの撮影をしてる時がちょうど11月の9日なんで、ほんとちょうど4ヶ月経ちまして、動画の数も60本になりました。この動画で60本になりました。まあ、なんだろう、映画紹介とかで見てる皆さんに、まあ、分かりやすく紹介しようと思ったために、まあ、映画の映像を、まあ、結構使ってしまって、まあ、YouTube 側から完全に削除された動画が、まあ、何本かあるんですけど、僕的な記憶ではこれが60本目の動画になります。で、4ヶ月で60本なんで、もう単純に2日に1回、まあ、動画をアップしている状態で、まあ、かなり頑張りました。で、この、まあ、頑張り始めて4ヶ月、そして記念すべき60本の動画をアップした記念に、次回から3本連続で関連性のある作品の紹介をしようと思います。まあ、見てる、それこそホラーファンにとっては、まあ、今までの動画を見て、まあ、ホラーは緩いよと、まあ、こんな感じの映画ばっかり紹介してもまだまだだねみたいなことを言われかねないとは思うんで、次の3本はもうゴリゴリの珍しい作品を紹介したいと思います。なんだろうな、だから、みんなに見てもらいたいんだったら、やっぱりこう手に入りやすい映画の紹介がいいんですけど、やっぱりホラーバーなんで、そのホラーを売りにしてるお店ではあるんで、やっぱりそこのところ、ものすごいマニアックなやつも、まあ、ちらほら入れないと、それこそホラーは緩いよって言われかねないので、まあ、次回は、ちょっときつめのやつを紹介したいと思います。それでは今日はこの辺で、また新たな情報が入り次第追って報告する。